こんな球史に残るスラッガー小笠原さんですが、キャリアを振り返りますと、うん、嘘だろうと目を疑うような事実が満載ということで、そのあたりをちょっと振り返っていただきたいんですが、うん、はい、まず1973年千葉県のご出身です。千葉の行政国際高校時代はなんと、これもう有名な話ですが、うん、有名ですね。高校通算ホームランは0本ということで、みんな信用しないな。そうなんですよ。いやいや、信用しないでしょ。だって300、プロで370本も打ってる人が高校時代ホームランゼロなんていう、ありえないだろうと思うんですけど、小笠原さん、これは本当ですか？本当。でもレギュラーはレギュラーだったでしょ、3年生の時とか。いや、1年から。1年からレギュラー。これいなかった、はい、上がね、はい、うん、上がいなかったんで、みんなもう同い年、はい、同学年出てたんだけど、1年生から試合出てた、はい、うん、だけど、フェンチョクはって、フェンチョクはあった、フェンチョクは、ね、なんていうの、普通の球場がない高校もあるんですよ、練習試合、はいはい、ね、そうすると体育館とか校舎がフェンスになってるわけで、はいはい、基準が分かんない、うん、どこかっていう、はい、ホームランゾーンなのだから、怪しいのはあったんだけど、はい、今言ってもしょうがないの、あのツーベースになってしまった、うん、ゼロ本、ゼロ本、どんどん、まあ、頑張って自分で飛距離を出すバッティングみたいな感じでやったんだけど、逆に当たんなくなった。確かに今までよりは飛ぶんだけど、はい、やっぱり三振したりとか、ーミート率が良くなくなった、うん、まあ、でもまあまあツーベースの方が多かったかな。お前、うん、何本？一本打ってるやん。すげえよ。だからさっきずっとこう上から見てた。違う違う違う、上から目線。いや俺もゼロやもん。ゼロ本ですか？高校ゼロ。はあ、うん、そうじゃねえよ。練習試合ですから、私も、はい、うん、打順的には小笠さん何番？いや、全部打った。ああ1番から9番まで、まあ、1年生から出たんで、うい、ういろんな打順も打ちながらっていう、はい、じゃどっちかというとヒットを中心にこう、うん、アベレージヒッターという感じですか？線も細かったし、はい、うん、まだ最初の頃っていうのは身長も伸びてなかったので、はい、うん、だから8番9番1番2番っていうのが多かった、うん、でそれがまあ、最後の方になってきて、一回4番打ったりとか5番打ったりとか、はい、うん、なんで そんな選手がってなるよね。そうですよね。でポジションもキャッチャーだったの？そうです。その時はキャッチャーっていう、いやセカンドで、あ、その時はセカンドなんですか？高校の時は最終だから入った時はサードだったんだけど、はい、多かったサードが、はい、サードが、はい、はい、ね、そうすると人が少ないから、うん、振り分けるにはどうしたらいいかって、はい、流され流されセカンドにたどり着いて、はい、誰もいないから、はい、でずっとセカンドでした。キャッチャーという印象はイメージがあるんですけど、それは後にってこと？これこうだから結局はそういう話題というか情報です、みんなの中にインプットされてるんだけど、うん、高校2年の夏の大会前に急に練習試合でタイムかかって、うん、行けっつって、ャでセカンドが呼ばれて、セカンドなかなかないですよね。練習しないのに全くしない。行け言われて、はあ、そこからもうキャッチャーでずーっと言われて、いやいやいや、ずーっとやってて1年やったんだけど、はあ、うん、監督さんの意図としてはなんかその先々を見据えてとか、うん、何にもない何もない、なんか知らんけど、セカンドで取れはしないけど体でよう止めてたと、はい、ね、ああなるほど、それがうまいということで、はい、っていうかだからキャッチャーでも止めるんじゃないかということなのか、はい、どうなのか、で打力をもう一枚層を上げたいからキャッチャー生かして他のバッティングやつをセカンドにっていうことなのか、うん、定かじゃないんだけど、うんうん、そんな感じでやらされたと。キャッチャーをやる、だから先々見てじゃないの。ああ、そうなんですか。で本人も俺はこんなプロに行くとかこういう選手になると全く思ってなかったらしいから、うん、それ誰も思わないと思う、うん、チーム自体の最高成績というか行政国際のはその時の決勝で負けてるんですね。うわ、決勝行ってるんですね。決勝で6対2で、あの成田高校というところに負けたんだけども、はい、はい、うん、スカウトとかはその時お話とかはどうだったんですか？いや、全くない。全くないですか？全くないで、後々聞いたら、その時にピッチャーの結構名前が、ね、候補あったね、見に来てた、ついでに見てはいた、一応見てはいたらしいけど、はい、C なんだ、C ランクが、ね、評価が、はい、C なんてもたくさんいるわけで、はい、うん、何百人ってこう評価されるもん、ね、そうですよね、もう、うん、はい、小笠原さん自身そのプロへの意識みたいなのは高校の時はどうだったんですか？一応名前載ったら嬉しいけど、はい、うん、そんなねっていう喜ぶようなものでもないし、はい、全然先の話だと思ってたから、うん、うん、でもプロは目指してたんですか？いや、目指してるまでない、目指してるまだその明確なものじゃないから、ぼんやりと
慣れたらいいな、なりたいなぐらいな、うん、感じだったかな。慣れたらいいなって思えるだけでも何もなかったもんね。そうなんですか、ガラさん。一切ないよ、俺は。千葉の行政、大阪の行政東海大行政字は違うけどね。ごめんごめん、どうでもええわ、ごめん次行きます、はい、次行ってください、はい、で、高校卒業して社会人の NTT 関東に入られます、うん、このいきさつっていうのは、なんかここもなんかいろんな話があるんですけども、数字が嘘だよねあ、やっぱりあの噂は本当だったんですか。え、数字っていうのは改ざんしてたとえ、何の数字、ホームランかな、はい、ゼロなのに、はい、2桁打ってるのかな、その社会人にこうなんて売り込むときに、にうわらさん、まあ、いろんなことが、あの周りの大人の人が動いてくれてな動いてくれて、うん、はい、あの会社ぐるみで動いてしまった。おー、あの川鉄関係がね、はい、まあ、そのうちの監督っていうのは川鉄出身だったんで、はい、神戸の方でね、はい、そこから川鉄千葉まで動いて、はい、うん、うちが取るみたいな話ではい、いうぐらいまで言ってくれて、関東のチームに NTT なんだけど、はい、入る方向にしてくれたと。そん許されんの？その嘘やん。ええのそれ？まあ、ただ実際に、はい、あのセレクションはあるわけよ。ああそうかそうかそうか、はい、話だけで入ったわけじゃなくて、はい、一応練習参加して3日間ぐらい、はい、一応見てもらって。はい、ただ一応触れ込みとしてはホームラン2桁打って、はい、あのはい、そこそこの選手ですよ、はい、他 あの企業のチームも取るって言ってますよ、はい、って 、はい、いうぐらいまでして、はい、もう何重にもあの固めていったわけですねそんなんしてたんだ。いや多分昔はよくあった話だと思う。あんまりない、なあんまり議論ないですけど。まあまあ30年前の話。まあ時効ですよ。時効ですよね。はい。小笠原さんにあえてお聞きしたいテーマをご用意しました。打撃の鬼小笠原道博さんが叶わなかったバッター。今ちょっと噛んでない？言えてた今。どう？自分的にどう？アウトです。はい、これ取ろうこのマイク取ろう噛んだらこのマイク取れるシステムなんですね、うん、そうさあ行きましょう。打撃の鬼小笠原道博さんが叶わなかったバッター、はい、ありがとうございます、はい、こちらを使ってください、お願いしますお前、ね、編集させようとしてる、まあ、せっかくなので、うん、学生時代から、まあ、社会人でもこう衝撃を受けた選手もちょっと何人か上げていただいて、そしてプロに入ってというところもちょっとお聞きしてみたいなというふうに思うんですが、ずるい言い方をするとね、はい、当時ホームラン ね、ゼロだったわけでしょ、はい、だからまずどこというよりもで当時ね11人入ったわけ、はい、同学年で、うん、はい、一番下だった、本当に、うん、だから11番目の男っていうやつで最後に決まった男なだけ、はい、うんうん、だからまずはだからそのみんながもう上なの、はい、ああみんなすごいと思っちゃう、いやもう本当にいろいろあって次の一個下にいい選手がいたの、はい、でこの選手が来てほしい、はい、だから取りますあ、そうなんですか、あ来次の年のことを考えてるってことですか、パイプ役小笠原さん取ったらこの一個下のこの学年の選手も来るとついてくると、俺はそう聞かされたけど、実際とかしかないよ、はい、うん、だけどそう聞かされてたからで本当にやばかった、じゃもうみんなもう上というか、みんな打球の速さは違うし、うん、飛距離も違うし、肩の強さとかも違うし、はい、これいいのかなっていう、うん、そこからスタートしてるから、うん、ただね当時自分たちは甲子園行けないわけでしょ、はい、でその中でもテレビ見たりすると、はい、うんうん、だから当時やっぱそこが大阪桐蔭なんかやっぱ強くなった時だから、はい、強くなったとかそのね名前が出て、はい、うん、あの時のメンバーかな、 あとは東邦の林ってやつがいたんだけど、はい、それが一番打率が良かったような感じがして、うん、そういう名前がすごい入ってきたからすごいなっていう印象は当時の思い出としては残ってるんだけど、大阪桐蔭が初出場初優勝したとピッチャー和田さん、和田さんですね、うん、で萩原誠さんとか、萩原あそうですよね、がいたと、はいはい、うん、だから全然別の世界、うん、
テレビで見てっていう、うんぐらいな感じで見てたかな、うんうん、まあ高校の時そう、うん、で社会人でどうですか。いや社会人はもうこれは言っちゃいかんぐらいみんな反則でしょ。まあまあ金属ですからね、はい、だから当時で言うと、まあ、信彦もああ松中さん、あそうだし、はい、そうじゃなくても当時のミスター社会人であの大久保さんとかね、大久保さん、うん、一席ですか、そうそうそう、はい、あれだってファーストの西郷さん、西郷さん、はい、あもうね、はい、そうだし金南さんですか、キーミーちゃんは金南てみ俺がいた時はピッチャーだったんだから、あの体でですか。いや俺ピッチャーマジっすか。え金南さんピッチャーだったんですか。そうだよ、うん、知らんかったピッチャーピッチャーで、俺がプロ入った後ぐらいから、はい、バッター転向して、はい、木のバットで左中間に高さ4メートルぐらい3メートルぐらいの高さでライナーでホームラインです、うん、いやあの人の打球やばいよ、やばいですよね、うん、はい、だから最後の年に阪神に指名されるされないぐらいまでなって、結局かかんなかったんだけど、はい、うん、打球はよかった。確かにもう金属持ったら誰もがすごいですよね、うん、だって西さんとかもいたし、はい、当時はだから周りからすると俺も打ったって言われるんだろうけど、俺からしてみるともう本当に各対戦するチームのクリーンナップは特にすごかった。でクリーンナップじゃなくても反則確かに、普通に8番9番でもホームラン打ちますもんね、全然片手でホームラン打っちゃう人いるから、だから答えにはならないんだけど、それぐらいとやっぱ当時の社会人っていうのはもう名前挙げれないぐらい、うん、多かった。そうですね、うん、さあそしてプロに入ってから、プロに入って中原さんがすごいと思ったバッター、いやこれさいろいろいるんだよね、はい、でもいろいろこう話していく中で身近で一番感じたのは落合さん、やっぱり当時最後の2年だったんだけど、はい、だから、はい、なんだろうな、こう自制力というかね、もうちょっとこう衰えてきてる最後の2年だったんで、はい、だけどいろんな話とかね、こう細かいこととか見たりとかそういうことに関して言うと、ここまでこだわるんだっていうこととか、で後々気づいて会話するとか話をする中で、あこんなのっていう、もっとすごい練習、ね、とかっていうのも本当地味な練習とか、はい、こんなんでも練習になるんだとか、はい、いうことをこう教わったりすると、こんなこうすごいな、入り口がそこだったんだよね、まずね、はい、うん、だまあ一番はまあこう落合さんというものがあったんだけども、まあ、それ以外で言うとやっぱ信彦のあの左利きの押し込み、うんうん、あれはやっぱ独特なのかなっていうのはあるし、あのノリのリストワークっていうかね、はい、あの柔らかさっていうのはもう真似できないぐらいなものだと思うんで、うん、まず同い年のその2人は出しとかないくちゃいけないし、かといって一郎でそう同い年で一度も出しとかないから、ね、まあすごい学年なんですよね、そうそう、本当にすごいんですよ、もう48年はキリがないんですよね本当に、はい、うん、なんでまあとりあえずその3人まず同い年なんで、はいはい、あの他にもいるんだけど、はい、あの清水とかね、はい、いろいろいるんだけど、まあ、ちょっと時間がないんで、まあ、とりあえず3人に、はい、まず出しとか、ありがとうございます、はい、あとはやっぱ誰でも言うんだけど前田さんっていうのはやっぱどう、あすごいです、絶対名前上がるから、ね、だから数字どうのこうのじゃなくて、はい、意識、はい、こだわりっていうのはもう群を抜いて、で落合さんっぽい感じなんですかね、よく天才でこだわり言われますもんね、うん、そういう面では、そうだな、はい、うん、でだから年齢違うけどやっぱり、はい、余計人を寄せ付けないっていうかね、特にあのユニフォームを着てる時は寡黙にこうやるって感じですもんね、はい、うん、あれはすごい。でも小笠原さんそんなめちゃめちゃ喋るタイプじゃないじゃないですか、です、ね、ユニフォーム着てるときは、うん、黙ってた、うん、ですよね、あんまりこう喋ってるイメージが俺の中でもないのよ ね、はい、うん、近づかないでっていうお願いオーラを出してた、ああ僕感じなかったっす、うん、あなたはね、もうどんどん言ってたから俺は、それは第一印象うるさいになりますよね、それはなるわな、それはなるわな、すいません、いやいや、まあまあ、ロッカーはじゃあロッカーは普通にしてたよ、はい、だから練習するときね、グラウンドに出てからっていうことであって、うん、セリーグ来てからでこうなんかこう感じた同じジャイアンツの選手だったり対戦相手だったりどうですか。入ってきたときだったらやっぱ吉野部の、はい、あれはもう練習じゃないからね、あれ持って生まれたもんだっていう
まあ、でも練習する方ですよね、吉野君も。それね、ただ体が弱かったんで、はい、あの体弱いっていうのはその、はい、ちょっと爆弾抱えてたから、はい、腰とかが、はい、うん、だからそこで悪化させちゃいけないから、はい、抑え気味じゃないといけないっていう本人。でも俺さんも爆弾持ってたでしょ、あちこちね、あの、はい、試合終わったと思って、はい、全身アイシングですよね、あの姿はよく。俺もすっげえアイシングするから、はい、俺が投げた後と小笠原さんが重なると、はい、アイシングの数すげえのよ俺も全身アイシング、小笠原も全身アイシング。あれチームのなんですか、個人チームあ、そうなんですか、うん、じゃあ取り合いになります、ね、取り合いってもう足らへんのよだから風呂場に水風呂があるんだけど、はい、それ氷入れて入っとけって、はい、そうそう、よく言われましたよね僕ら全身冷やしたらそんだけやるんだったら本当に全身もアイシングやから、うん、で最後まで練習してるから、うん、そうですよね。あとはまあ、ラミちゃんもすごいしね、ラミちゃんは、ね、はい、ことの頭も使えないですよね、そうそう、野球能ですよね、配球読んだりっていう、そうそうそう、うん、外国人選手じゃ珍しく、はい、うんうん、そうだな、うん、キャッチャーと勝負してたから、そうですよね、ラミちゃんはね、うん、はい、うん、さっきちらっと出た吉野部さん の, その天才と思うここはすごいっていうところって、いや、この自分が狙ったボールに対して仕留める能力っていうか、うん、あとあの握力があるから、なんだろうな、すごいスピン切って飛んでいく、ボール落ちない、うん、逆方向でも飛んでいく、うん、今でもフェンス前まで普通にちゃんと打ったらオーバーフェンスするんじゃないかな、レフトにも、うん、はい、ただちょっとずれた時にはやっぱ下半身とかの多少硬いんで、うんうん、そこら辺は俺と吉野部の違いはあるんだけど、うん、逆に俺はああいえば真似できないから、うん、この天性というかこう持ってるものっていうのはすごいなと思う、捉える感覚というのは、うん、吉野さん握力が強いんですか、90以上あるから、当時ね、今知らないよ、すごいですね、90以上あるとリンゴ潰せますよね、うん、潰せるって言ってた、はい、すげえな、うん、握力って打撃にいいんですか、いやこれはさ、その時とかジロによって違うと思う、はい、王さんは全くなかったっていう、ノリさんも多分、ノリはここやってるから、ね、手首もやってるから、はい、まあ、全然全くダメだ、ないんですか、うん、だけどなんかうまくこう使って かぶせるっていうか、はい、インパクトで肩と一緒に押し込むっていうことは言ってたんだけど、はい、あの逆方向へのあの打球っていうのはある意味握力っていうことですかね、吉野部さんの、いや吉野部は握力、うん、そこはちゃんとしたね練習での掴んだ感覚っていうのはあるんだけど、はい、90、うん、90すごいね、すごいですね、うん、見えないトレーニングしてんじゃない、心を鍛える、うん、90ってなんかお相撲さんとかでしか出てこないような数字ですもんね、野球界でも一番強いぐらい、聞いたことないですよね、うんうん、ありがとうございます、ほんまか、ほんまかどうか吉野聞いてみよう、握手すると分かるじゃないですか、いや握手だけ分からないな、リンゴ渡してみて潰してって言ってコップは潰してみて、はい、あるっていうそう、あと誰がいる、あとちょっと聞いてみたいのが、うん、あの二軍監督コーチも経験されているので、うん、そういった立場から、うん、今の現役の選手でこのバッターいいなとかここすごいなって思ったバッターっていらっしゃいますか、当時ね、うん、高校から入って羨ましいなと思ったのは細川、あ今中日の、うん、はい、おまだベイスターズにいる時、1年目よ、あ、入った時、はい、入って練習試合をした時の、はい、バッティング練習から見てて羨ましいなっていう、あどのあたりがその羨ましいと、いや高校生で、ね、あの逆方向にもホームラン打てるし、はい、そんな癖がなかったのかな、うん、だからこれこのまま体鍛えていってその経験積んでやってったら面白い選手になるんじゃないかなと思って蓋開けてみたら違う方向行っちゃったんでで全然当たんなくなっちゃったでしょ、はい、まっすぐもう、ね、詰まってばかりいて、でなのでやっと中日行ってもう一回バッティングを考えてやって少し、うん、兆しが出てきたかなっていう、うん、それでもちょっと変な癖がもう抜けきれんで、うん、腕の硬さが残っちゃって、うん、まだバットは扱えてないんだけど、うんうん、当時はやっぱそういう羨ましいという思いで見てましたね、見て一緒に目の前で、一緒に野球やりたいなっていうのはあったね、
結構皆さんがあのフリーバッティング見ると惚れ惚れするって細川選手についておっしゃいますよね。もう無限のこう可能性が広がる、こう想像できるような、そんな、うん、今は違うよじゃあまだポテンシャルを余してるっていう感じですか。まだまだいけるっていう感じですか。やりようによっては。今何歳ぐらい。まだでも若い。いやもう27、8じゃん。あ、まだ全然ですね。まだいけると思う、まだ、うん、あとは本人がどれだけこっから、はい、自分で本当にこう根詰めてできるかどうかで変わってくるかなと。なるほど、うん、あとはまあまあ多いから点々点々いろいろ出しといて、いろいろ出しといて、はい、こういろんな他の選手も言ってました、はいはいはい。